私はアメリゴだって言うわけ。そしたら、あ、アメリカかって言って書いておったの。それでついたんがアメリカの名前。ということはご存知だと思いますが、こういう名前でこれからもやっていくつもりかと。ね。で、ぜひ州の中に51番目の州がアメリカに入ったというのであれば、イギリスよりも歴史的に名誉ある名前である日本というようにしてはどうかと。これが縁あって元日本人が大統領になっての最初の議論の提案でありますということをやってもらいたいのな。そこまでは俺がちょっと原稿を書いてもらいたいよ。そしたらね、意外とね、アメリカ人というのはやるんですよ、これが。これ意外とやんねん。いや、日本か、ええな、みたいな。ジャパンとは言わさないですよ。ジャパンっていうのは差別用語だからね。あれはヨーロッパから見た塗り物を作らせる国っていう意味のジャパン。陶器を作らせる、磁器を焼かせるのをチャイナって言うと。最終的にはチャイナよりもジャパンの方がチャイナが上手に作るのでやるんだったけど、まあ、あれはだいたい差別用語なんですよ。だからジャパンとは絶対言わさない。日本というか日本というかどっちか。で、彼らは日本の方が言いやすいやろうから日本と、日本合衆国という名前が言うのではないかという、これをやるという。で、この間公演でそこまでやったよ。いや、本当に拍手出たよな。わーってみんな拍手が出た。で、終わったらさんという人がね、来て、お家元、後半の話はね、前半のメジャーリーグについては何の問題もありません。すぐやりましょう。すごいやろ。すごい。でも、いずれは後半もやるぜ。いやいや、その通りですよ。いう話だな。アメリカ人も喜ぶと思うけど、日本になった方が。確かに後半の話聞いたらメジャーのことが全然できなかった。全然すごい簡単な話。どうってことない。という、だからそのね、まあこういうこともないけど、僕は常にそういうことを考えてるわけよ。そんなね、もうこれから生きていくのどうするかとかね、そんなは死ぬときは誰も知るし、まあ、まあ立派に生きんだよね。とにかく適当に生きてたらいい。で、努力とか忍耐とかね、勤勉とかそんなものは、大好きなものを見つけたらみんなそれは身につくね。てか、大好きなものを見つけたらもう絶対そういうものはみんな子供たちは身につくね。大好きなものを見つけてないのに努力とか忍耐とかやるわけないやん。そんなのやったら苦しいだけや。だったらやろ、耐えて忍んで楽しさ知らずってな。楽しくないだから。で、楽しむということはどういうことか。これはね、圧倒的な実力がいるんですよ。実力のないやつは楽しめない。だから楽しく人生を送るために実はいろんなことをやるわけ。実力をつけるためにやる。で、そこのところですよ。だからもうなんかね、こう聞いてると真面目に努力をしてなんか新しい素晴らしい日本を目指してみたいなことを言うけれど、そんなことをあなたたちに期待はしてない。みんな仲良く暮らせ、だからもう戦争はやめさせる。要はね、権力の帝王学っていう学問があるんですけど、帝王学を学んだら、帝王学っていうのは 何をやるかというと、要は昔は帝王みたいなものは権力者っていうのは数が少なかったから、一般の人は帝王学なんて学ばないで済んだ。じゃあ帝王学とは何やと言ったら、これはその唐の時代の二大皇帝である太宗皇帝という人が素晴らしい政治をやったんです。そのことの内容をその五大皇帝の時に五経という重鎮が書き残したものですね。
で、この中に書いてあること、何を書いてあるかというと、権力者はどうして戦争をしないか、どうして戦争を避けるかということが権力者の第一義やと書いてある。すごいやろ。戦争をしなければ必ず豊かになる。で、平和が何かなんかどうでもいい。戦争をするな。戦争をしなかったら必ず民は豊かになり国は栄える。これが帝王学で、帝王に学ばせることやな。すごいでしょ帝王学って。で、それでやった結果、なんて日本で最も帝王学を学んだ人が徳川家康だから、徳川家康の姿勢っていうのは270年間戦争したの。江戸はもう世界は50年持たないんだから、50年戦争しないってことは本当にない。江戸時代は270年、これね、第二次世界大戦が終わって77年、今な、江戸時代ってこっから200年平和が続くんで、だから日本はこれだけ栄えたんや。で、2番目に長いのが150年世界で、それは日本の鎌倉や。要は第二次世界大戦があって70なんだ、もうすでに第二次世界大戦に参加した国はほとんど戦争しとるやろ、どっかで。日本はかろうじてそれを避けることができたけど、もうでもね、危ないもんや。だけどその中でやっぱりちゃんとした文化を持って、相手に対してそのことがちゃんと交渉できる。要はね、日本は武力で国を守ってるの違うんだよ。武力は見せるため。守ってる内容は何やと言ったら外交なんですよ。日本ほどの外交力のある国はない。みんな日本人は外交力がないと思ってるんだ。外交力がなかったら77年間戦争しないでここまでは来れない。武器だけでは平和維持できない。だから教育が成功していること、外交力があること、こういうことを日本人自身がもう一回ちゃんとあなたたちは認識すべきなで、日本の外交官ってすごいですよ。去年はやったのに、一昨年の外交官エリート8人、みんな東大やった、そいつらは。で、最後の講義は俺がしたんだけど、みんなね、終わった後にね、家元覚悟ができましたって言うんだよ。お前22や3のやつが覚悟ができたって言うんだ。やります。もう次の日からみんな赴任書類、ロンドン行きます、外務省です、なんて言って、そう、こいつらはみんな順番にやってる。